尾関正勝さ奈六年は、安土桃山時代から、江戸時代初期の武将、福島正則の家臣、尾関義次の長男、かには、岩見守、まもる、びんごこくさんじ、おぜき、やまじょうの長男として誕生、福島生息に仕え、よとなる重身の一人であった。武勇に長けており、天正17年の小田原征伐に従軍し、父、 吉次と共に、ニラ山白攻めに参加、一番乗りの先行を挙げたが、左目に銃弾を受け、赤岩となった。文読、慶長の役や関ヶ原の戦いでも、有名を馳せた。関ヶ原の戦いの後、同じく、福島家戦方を務めた福島丹波、長尾隼人と共に、徳川家康に招かれ、牢をねぎらわれた。主君。 福島正則の広島入法後は恩名を結ぶ交通の拠点であるビンゴ国三次地方の関山城を築城し宿利危機器主軍も含め2万千17国を領した。居城は後に尾関山城と呼ばれるようになった。元那2年、福島市が江戸幕府から名古屋城造営を命じられた時には生息の名城としてその任を果たした。元那5年、 福島正則は、広島城の修復を無断で行ったことが原因で、品濃国家は中島へ実居となった。その際に正勝はいち早く、広島城に人質を出し兵団を整え、他の重臣が広島城に集まり対策協議する中、一人、欠席して日々町人と戦茶を楽しんでいた。その理由として、表情の必要なし。 城の明け渡しを拒否して戦うのみと答えたという。なお、広島藩の家臣団は、江戸にいる福島正則の安否が確認できず、広島城や三原城等に猟城する姿勢を見せたが、生息の指示で生前と引き渡した。この時の行動は称賛され、後に大名会役時の国元家臣団の取るべき作法の見本とされた。現那六年、死去。外は、 かつてこの地の国人だった三吉氏の菩提寺である岩屋寺に葬られている。ありがとうございます。